はい、皆様明けましておめでとうございます。いやー、サボっちゃってたね、ハーチャンネル。ちょっと本当にご無沙汰しております。ハーチャンネルやっていこうかなと思っておりますが、今日はですね、改めて100質答えてみるということで、以前もう1年半ぐらい経つんだってやってたんですけど、ドラマをきっかけにこのハーチャンネルを見ていただいている方も、新規の、ね、方もいらっしゃると思いますので、改めて答えていきたいなと思います。じゃんじゃん行ってみましょう。川口春奈。おじいちゃんがの名前が春吉さんだったんで、まあ、その春を一ついただいたのと、なっていうのは、まあ、姉が二人いるんですけど、春なでいいんじゃねみたいな感じで、めっちゃゆるくつけられました。1995年2月10日。166か7ぐらい。視力はそれこそ昔は 1.5 あったんだけども、今 0.1 あるかないかぐらいすごい悪くなってる。右利きです。 B 型。25。長崎県五島列島。はーちゃん、はるる。ですね、ニコラという小中学生向けの、ファッション雑誌がありまして、そこのモデルオーディションに幼なじみが私のことを応募して、それに受かって今の事務所に入りという、まあ、きっかけはモデルのそのオーディションですね。趣味はまあ旅行と、あとはご飯かな、食べるのが好き。特技はね、ないな、本当にない。模索中。チャームポイントは、人から言われるのは目とか言われるんだけど、私はこの広いデコだと思ってる。本当にさ、デコが広くて、昔はコンプレックスだったんだけど、え、いいじゃん、かわいいじゃんって言われるようになって、割と出すことが増えた。指とかは長いから、もしピアノとか楽器とかやってたら、いいかもねと思うぐらい。だからこのデコだよね。このデコがチャームポイントでもあり、やっぱデコ広いなこいつっていうところでもあり、おデコが広いのは昔はすごい気になってる。んー、なんとかなるみたいな。なんとかなるっしょみたいな。わかりやすい。わかりやすい。匂い。はい、アムというあのリスナー子がいます。20歳の時だから、もう8歳ぐらいかな、はい。エスニック料理とお寿司。ビール。緑。ああ、秋。欲しかったブランドのバッグがなかなか、なんか、まあ、手に入る人気のモデルなんだけど、お店にパッて入ったらあったから、それが買いました。低温調理器。得意料理は昔は本当にベタで恥ずかしいんだけど、肉じゃがとか親子丼とかだったんだけど、最近は、まあ、あんまりちょっと料理する機会も減って、ただお肉をめっちゃいい感じの加減で焼けるよう、焼くのには自信があります。料理と呼ぶのか、それも。好きな家事。マフィン。一番苦手なのは洗濯物を畳むこと。お洋服屋さんみたいに綺麗に畳める人いるじゃん。畳み方が下手で着るときに逆にシワになってるみたいな、あれ本当に本当に苦手ね。チャラさんが多いかな。絶対見るのはスイダウと、昔はめちゃイケっ子だったんで、めちゃイケとか、まあ、だからそのなんていうんですかね、そのバラエティーですよね。昔跳ね飛びとかも好きだったし、好きなドラマ、好きだったドラマでもいいのかな、オレンジデイズが好きでしたね、私の青春ですね。邦画だと揺れるっていう映画が好きです。アニメは見、あんまり見ない。スヌーピーは好きかもしれない。クレバさん、ミリアちゃん。中学生の時はめっちゃロバートさんが好きで、いつかロバートの秋山さんに会いたいってずっと思ってて、大人になってお会いすることができた時はめちゃくちゃテンション上がりました。YouTuber？
あ、だからエミリンとか大好きだし、最近あの釣り好きの友人に勧められて釣り岡でしょうさんとか見て、最近みゆみゆチャンネルさんすごい好きです。まあ、奥様のチャンネルなんですけど、それこそサイレントのことも YouTube で話してくれたりとか、2人の空気感がすごく好きでみゆみゆチャンネルは見てます。秋山さん、香りがするもの、ハンカチとかに自分の好きな匂いとかをつけてとか、なんか自分の好きな匂いを1個はなんか持ち歩いてます。ミルセンですけど、ツイッターは一日中もう取り憑かれたように見てる。あのミリアちゃん、加藤ミリアちゃんのアルバムの写真です。文字ね、こういうお願いみたいなやつパジャマ、平均で言うと6時間ぐらいかな。強み？なんだろうね、わかんない。最近泣いたこと？あ、なんかあったな、テレビだな、なんかなんだっけな、なんだっけ、もうこういうのをさ、もう忘れちゃうわけよ。なんだっけ、メモっとくべきだね、本当に。あ、あれだ、やだ、ノンフィクションで泣いちゃった。あ、なんかああいうなんかドキュメンタリー系はちょっと弱いかもしれない。パンかご飯かって言ったらご飯かな。どっちも好きだけど、まあ普段東京で仕事してるから田舎の方が求めるかな。これもまた時期によるんですけど、最近は旅行に少し行けるようになったり、いろいろ緩和されたからアクティブになってるかなと思います。最近はね、もうね、アムに時間を捧げるみたいな。アムが行きたいところに2時間でも3時間でも行って、アムサービスデーが続いてますね。でも意外とトイレとかやっぱお風呂とかいろいろ考えたりとか、リラックスできるかもしれない。食べてる時とお布団に入った瞬間が幸せです。結構行ってるね。まあ髪切らなくても髪の毛だけ洗いに行ったり、トリートメントだけしたり、2週間に1回ぐらいかな。癖かどうか分かんないんだけど、白目になってるよね、たまに。みんな気づいてると思うんだけど、目が大きいから足りないのかも、まぶたがしまえなくて、また白目になってるよって言われることが多い。これまた目で、目がね、大きいんですよ。横幅も結構あって、なんか目力抑えめでって言われることが多くって、全然自分は無意識なんだけど、目力が強すぎて強く見られる。例えば役とかでも、お仕事とかでも、だからもうちょっとこう優しめな感じでみたいなことを言われることが多くって、目力は意識してますね、最近。間違いなく会えなかった人たちにやっぱり会えるお仕事だと思うし、なんかそういう人とのつながりで不思議だなと思うことはすごくやっぱりあるから、やっぱそういうところは縁だなと思います。あんまりないけど、でも役としてのイメージが強すぎちゃったりして、川口春奈っていうこのパーソナルな部分とパブリックイメージのそのギャップが生まれてくる瞬間みたいなのは未だにうーんって思うことはあるけど、まあでもそれもまあ全然最近は何とも思わないけど、それ19歳とか20歳ぐらいの時とかは、なんかそこのギャップにちょっとしんどかった時はあった。真面目に答えてる。やったー。いや、めっちゃもう小6の時バブルだったね。中学校1年生に上がる手前の春休みにそのモデルのオーディションを送ったんだけど、そこでグランプリになって、まあ、東京に出てくるわけですよね。その時にめっちゃなんか王道だけど、竹下通りとかお台場とか歩いてるとめちゃくちゃ声かけられるんだけど、でもその時何も分かんないから、事務所名言われたところでピンとこないし、でもなんか当時そのお母さんと一緒に歩いてる時は結構声かけてもらえてた記憶はある。まあ本当にこの存在をね、生んでくれた母を一番尊敬してますね。作品を通してポジティブな言葉をかけてもらえるんですけど、毎度毎度元気になるとか言われるたびにすごく嬉しいし、こちらが元気になるなって、まあ、ファンの方のお声っていうのはすごい嬉しいですね。スタイリストの杉本さんです。お母さんとか、なんか先生とか、そういう職業もの、お医者さんとか、年齢を重ねた時に
女役をできるのが楽しみです。でもね、ないかも。なんかすごいドラマとか映画とかは普段勉強のつもりで見てる、見るってことはないので、本当に純粋にこうエンターテインメントとして楽しんでるから、これを見たからすごい影響されたとかないかな。そういう風に見てないかもしれない。これ良くないんだけど、いろんなとこにロケ行くじゃないですか。 Google マップで現在地調べて、近くにラーメン屋さんとか食のことで基本脳みそ8割ぐらい占めてるから、食べに行ったり探したりしてます。わからない、教えてほしい本当に。とりあえず寝て明日覚えようみたいな時も全然あるし、なんかもうだから日々ギリギリアウトでやってる。例えばアーティストの方とか、東京ドームとかをさ満杯にしてさ、キヤーみたいなさ歓声浴びることってさ多分ないじゃん。浴びてーとかって思う。浴びてみてーなーって思うし、浴びた時どんな感じって聞いてみたい。ビリビリ。一応小学校のその将来の夢みたいなところには保育園の先生になりたいっては書いてた。何それいきなり。白なんかこのね、はなんかあのこのね、あったかそうな雪だるまみたいな、雪のようなファッションの色がポイントでございます。匂い好きだね。お香とか、まあ、香水もだし、オイルとか香り物はなんか買っちゃうかもしれない。欲しいな。動物好きだから、動物のなんかそういう助けるお金っていうか、保護したりとかさ、動物が苦しまないような環境に使いたいな。エゴサだね、それは。そんな中でエゴサばっかりしてるわ。アンチかそうじゃないか関係なくね、すごい興味深いコメントとか DM とかさ、こうくれる人いるんだけど、ね、返信しちゃったりする。私見てるよそれっていう、それを意外とみんなに意外がられる。どちらかとその夜寝るよりも朝目覚めた時の方がわー仕事かっていう感じになるから、やっぱ仕事が終わってお化粧落としてお風呂入ってみたいな、その寝るまでの流れが好きかもしれない。グルメだよね、やっぱり美味しいものはテンションが上がるしモチベーションになってる。ストレス解消法は昔からスポーツは好きですね。見るのヒップホップ大好きだから、昔からね、キックとかクレバとか好きだよって言ってるけど、最近ゾーンさんばっかり聞いてる。四字熟語一石二鳥一攫千金なんてかね。何だったんだろうな。今はさ華やかなさ仕事をさせてもらってるしさ、キラキラしたさお仕事やらせてもらってるからこそ、結構ハードな前世だったのかなって思ったりもしなくはないよね。海とか自然のある暖かいとか地元でもいいし、のんびりと暮らしたい。過去かな。あの時こうしとけばよかったなとか、あの時あの人にこういう言葉かけてあげたらよかったなとか、悔いてることが結構意外とあるから、それはちょっと言えたらいいなっては思う。時からあんまり根本は変わってないですけど、でも子供ながらになんかなんでこれはこうなのとか疑問が多かったりしたかもしれない。先生とかお母さんになんでこれはなんでなのなんでなのってよく聞いてた。ちっちゃい時の記憶は多分3歳か4歳ぐらいの時にお母さんと、地元の人ならわかると思うんだけど、タッシャカランドっていうそのプールの施設があるのね、地元に。ここでプール終わった後に自販機のアイス買って帰るみたいな、その時のその床のマットの感触とか、その時の匂いとかすっごい覚えてる。一目惚れはないですかね。なんか物とかはすごいするけどね、服とか物とかも。なんかスマートな人っていうんですか、そういう行動をしてくれる方は素敵だなと思います。お姉ちゃん、あ、でもないかもしれないですね。言っとかないと怒られちゃうから。またこのまま生まれてきても楽しいだろうけど、一回ちょっと男の世界も見てみたいなっていうふうに思う。
多分さ、すっごいいい男だと思うの。性格も男だし、モテる気がする。だからいっぱいいい女の子をナンパして遊んでみたいと思う。でも本当に、まあこれもでも人によるけど、ちょっとほろ酔いでちょっとテンションいつもより高くてみたいな、距離が近くなるような女の子は女の子から見ても可愛いなと思います。キムタクになって社会を幸せにしたい。お正月から春菜、木村さんに泣かされっぱなしというか、番組ですごい感動しちゃって、木村さんがこう人に与える力みたいなのってすごいんですよね。なんかもうみなぎってるんですよね、いいオーラみたいなのが。ミッキーみたいな、いろんな人を笑顔にして幸せにして、自分にはそんなことできないからしたいなって思うのと同時に、やっぱり木村さんって本当にすごい人だなっていうのをちょっと今年早々から改めて思わされた。超ベタだけど、瞬間移動が近未来に実現するのであれば、ドラえもんさん の、あのどこでもドアとかをいただいて、それ実現していただければ、そんないいことはないよね。あと春のアンキパン欲しいな。ドラえもんさんのアンキパンも欲しいなと思う。ちっちゃい時はなんか鋭利なものが好きだったの。先が尖ったものが好きで、昔ミッキーのぬいぐるみをこうずっと抱えてたの。そのミッキーマウスの帽子のこの先っちょ尖ってるじゃん、それを目に入れてたの。クリ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 、鋭利なものを目にクリクリクリってやると落ち着くみたいな謎の癖がありました。突然の突、最初の出力スピードが半端じゃないんですよ、何やるのパーンみたいな。メイクはナチュラルな方がいい。1年前よりもはるかにいろんなことを経験させてもらえたし、ドラマもたくさんの方に見ていただいたので、この今のこの未来があるんだったら、今しんどいかもだけどちゃんと報われるよっていうのは言ってあげたいですね。2023年は何より健康で、自分の周りの人も健やかでいれたらなと思います。とんでもなく爆買いする。借金しまくって負債残したっても死ぬわけだから、してないとされてることをしちゃいたくなるかもしれない。あ、もう100問いきました？おお。1年半前にやった時とに同じ質問はあるかもしれないけど、やっぱ変わっている気がする。自分もなんとなくこの1年半で、今の川口さんはまあ言った通りなんで、私のことを知ってる方も知らない方も分かっていただけたら嬉しいなと思いますし、まあ、今年も川口らしくマイペースにゆるりゆるり楽しいことやっていきたいなと思いますので、皆様今年もどうかお体に気をつけて、どうかよろしくお願いいたします。今日は改めて100質をしてみたでした。それではまた、バイバイ。